1972年6月23日13時59分頃、京浜東北線北行き第1332C 電車が、日暮里駅で客扱いを終了し、2分遅れで発車したところ運転台の閉じ目表示火が、消灯したためブレーキをかけ、約90メートル進んだところで、停止した。一方で、後続の山手線内回り第1370電車の、運転士は、当時は線路保守のため、デイタイムは田端から田町間で、山手線と京浜東北線が、同じ線路を走行していた。この運転方式は現在でも、リフレッシュ工事と称される工事が、行われる際に見られる、一つ手前のウグイス谷駅を、1分遅れで発車し日暮里駅に、進入しようとする際、先行列車がホーム中央部分に、停車しているのに気づき、非常ブレーキをかけたが間に合わずに、追突し、143名が負傷した。原因は山手線の運転士が、場内信号機の制限速度を、超過して運転したためで、この事故をきっかけに信号保安機器の、検討がなされ、京浜東北線、山手線の、ATC 化が決定されることになった。しかし車両面での準備が、遅れたため、実施は1981年12月6日まで、待たねばならなかった。追突された区波103、544、追突した区波103、111は数年後復帰したが、ATC 化のために転出し、大阪環状線で長らく、顔を合わせることになる。